はい、皆さん、ステラジは山亮と申します。スターステルプレゼントウェブレディオプログラムステラジ、今日第14回放送なんでございますが、いや申し訳ございません。まず冒頭にですね、本当ならね、これ5日にですね14回放送をねやる予定のはずだったのに、ちょっと急遽というか全く収録とかがちょっと間に合わずにですね、そのまま完全に1週間落としてしまいまして、2週間ぶりのね公開という形になってしまいました。このあたりもねちょっと事情というか、本当にちょっと間に生放送を挟む形で代替しようかなとかいろいろとちょっとね、やってたんですけど、ちょっとトラブルがございまして、ね、そのあたりもちょっと詳しく本編の方でねお話しさせてもらうと思いますが、このゴールデンウィークにね今ずっと、今水星の動画とかね、メインチャンネルの方は公開をしておりますけど、その間にね別の動画、また県内ですけどね、本当は県外ですもんね、前にもちらっと言ってましたけど、静岡の方にね行く予定がちょっとおじゃんになって、県内で撮影をしてきましたので、そのね裏話なんかもねちらりと、できればと思っております。他にもね、あとは何々連盟の方のね、話もねちょっとね進展がございましたのでね、先にねちょっとステラジの方で、正式なね動画公開は、ちょっとまたあと金曜日、予定しておりますけど、先にこちらの方でチラリと、笑いの方ねさせてもらうと思いますのでね、ぜひ最後まで、お付き合いいただければと思います。それでは、今週もねスターステップレゼントウェブレディオプログラムステラジ、最後までよろしくお願いします。スターステップレゼントウェブレディオプログラムステラジ、この番組はゲームからカレーまであまねく創作をクリエイトするスターステールプレゼンツ、燃える心が日本を変える日本邦画党の提供でお送りします。内々連盟参加者大募集。スターステールではチャンネル登録者がいない、収益がない底辺 YouTuber のための団体を創設しました。その名も内々連盟。検索やおすすめ表示などに反映されず、なかなか一般のお客様に認知されない、より良い動画作りの方法がわからないけど事務所やコンサルタントに委託できる資金力もない、クリエイター同士で情報交換したいけど登録者数が少なくて相手にしてもらえない、そんな我々底辺 YouTuber の悩みを解決するべく様々な活動を展開予定です。例えば1、スターステール総合チャンネルでの紹介動画の作成拡散。2、スターステール品質保証センターによる品質検査証の発行。3、連盟チャンネル同士での各種情報交換互助ができるようになります。参加方法はこの動画にコメントするだけと超簡単、しかも完全無料。私たちと一緒にチャンネルを育成しませんか？詳しくは概要欄にある解説動画または山田までお気軽にお問い合わせください。つなぐ、つながる、強くなる、スターステール。はい、改めましてステラジは山亮と申します。さあ、2週間ぶりになってしまいましたね。本当申し訳ございません。まあ誰がね聞いてたのかはね怪しいんですけどね、実のところね、1再生って入ってるのは私がデバッグでね確認するのに、おそらく再生したやつが1が入ってるはずなんです。どうもそういうシステムみたいですね。やっぱり1再生ってなってるのは実質0再生みたいなもんだということがね分かってきましたんでね、なるほどそういうことかと、そういうのでね、あらかじめ分かってなかったかっていう、まああれもありますけど、まあいろいろとね試行錯誤しながらっていうところもありますけどね。ということでですね、メインチャンネル、まあ動画の公開としましてはね、ちょっとこれまた特に告知もせずに、途中から1日2回更新になってたと思います。メインチャンネルの方がね、3月の、5月の5日からか、この今やってるね水星のね、何でしたっけ、水星にあるメイン駅、ターミナルっていうあれでもないんですけどね、いわゆる水星に、ある穂積駅っていう駅がありまして、穂積地区っていうのがあるんですよね。でその、穂積駅にある穂積駅の構内にある名所案内完全制覇シリーズっていうのをねやり始めたわけでございます。でこれがですね、まあ、収録はあれだったんですけど、いざ編集開始してみたらですよ、
まあまあ15分20分動画でね、だいぶ長めの設定にはしてるんですけど、それでなんとかね、期間のやつとかはね、1回でまとめるようにとか、ね、なるべくまとめるようにとかってしてはいるんですけど、これは全然ダメだって。本当は10回ぐらいでまとめる予定だったんですけどね、あ、ダメだこれ、まあ、全然まとまらないわということで、今の段階でね、第16回までね、作れてます。で、公開は12回まで、されてますよね。そうですね、今日12回が、これの放送の前に公開がされてるっていう予定ですからね。まあ公開内容とかはね、またゲスウィークスラインナップの方でね、詳細はやると思いますけど、いやとはいえですよ、このね収録もまあ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 大変だったのは大変だったんですよね。まあそれは前話しましたっけ、どうだったっけ、まああのあれですよ、それこそね、そうね、歩いた距離がね、21キロ、3万歩超えましたからね、有利3万歩を超えたんで、これはね、本当に歩いたなということなんですけど、なんと、あの3万歩歩いても、これ以上はいいやと、ね、言ってたやつでございますけど、なんとね、このゴールデンウィークの収録でさらに過酷な、間違いないです。あの時よりも過酷なね、収録が、なんと、になってしまいましたよという報告でございますね。っていうのはね、このゴールデンウィークにね、大きく2つ収録の、旅といいますかね、お出かけを、しております。まあ、ちょっとした用事を済ませたりする、ついでっていうのもあったりもしたんですけど、1回目がね、松坂ね、行きましたよというやつでね、まあ、これは近いうちに公開になると思います。松坂にね、快速三重で行きましたというやつですね。要は快速三重の丸徳切符っていうのがあるんですよね。まあまた丸徳切符ですね。そうそうそう。でね、それについてはね、また詳細に関しましては、どっかでね、その動画がね、多分今月の下旬ぐらいかな、から公開になると思うんですよ。で、それを見てもらったらね、わかるんですけど、要はお得なね、回数券みたいな、往復切符の、往復切符でもないんですよね。要は、四日市松阪間で、使える切符を、4枚つづりになってますよという回数券ですよね。形としては。がありましてですね。まあ、これがね、基本的には名古屋に行く人向けで開発されてるんで、ね、案内とかも名古屋市内からその松阪の方まで使えますよとかっていうような感じでお得ですよって売ってるんですけど、実はあれ、四日市から松阪間でも使えまして、で、四日市から松阪だと、料金がね、その名古屋から買うよりも安く設定がされてるんですよ。ですのでね、これ、お得でございますんでね、あ、ただ、どっちにしろあれか、名古屋間で買っても、あれは、途中下車が無効なんで、基本的には途中下車はできませんよっていう扱いですから、四日市で降りるのは一応 NG にはならんのかな、名古屋の切符でも。まあ、どちらにしろそれだと名古屋までは絶対行きません。それはでも回収になってしまいますし、あれ、もしかしたら、その場合は正規料金取られるのかな、まあ、正規料金と声であんまり変わらんくなってくるのかなとは思いますけど、まあそういったね、切符があったんで、で、四日市から松阪でね、買ってね、ご案内しましょうというので、取ってきました。で、そのまま松阪のね、駅構内、またですね、最近ちょっと、はまっておるというかね、正確に言うと、三重県内のターミナルが、もう完全制覇がね、終わりましたんで、いわゆる末端駅っていうのを全て行ったんですよね、三重県内にあるやつは。ね、まあすごい、何やかんや言って全部行きました。で、その兼ね合いで、県外移動がダメって言われると、もうターミナルできないんですよね。まあもうリベンジターミナルやるっていう手もあったんですけども、今はちょっとお伊勢さん行くのもな、ちょっとな、あれかなというのもありましたんでね。で、今回は、駅構内の名所案内完全制覇シリーズの方をね、撮ってきました。まあこっちはね、まあまあ大変だったのは大変だったんですけど、まあ、なんて言ったらいいのかな。面白い。見どころはあった。まさか城のあたりとかでもね、いいところはありましたし、なんですけど、結果的にね、もう先にね、ここだけで、の方では行っちゃいますけどね、全部回りきれなかったんですよ。物理的にこれ無理っていうところがね、いくつか書いてあって、一応ね、それに関して、その、地元の観光に関、ね、その、詳しい場所とかにも詳しい方に聞いてみたんですけど、これ歩きは無理ですと。今から歩きは無理ですと。今からじゃなくても歩きは無理ですと。
はっきりとね、言われてしまったような場所とかね。で、地図見たらね、私も真っ赤で仕事してたんで、ある程度土地感がね、多少はあるんですよ。でね、町名ピッキーって、ん？どこ？ってなったんですけど、いざ地図を見てみたら、あら、こりゃ無理だと。ね。いう感じですね。あれ多分滝駅から歩いた方が早いかもしれないなっていうぐらいすごい離れたところだったんで、とかね、ちょっと一部諦めて、まあ、それはね、それで改めてリベンジでね、車でね、の収録になるんで、まあどうしても今年中はちょっと車の収録ができないんで、来年に持ち越しになってしまうのがちょっと残念なんですけど、こればっかしはちょっとすいません、こちらの方のね都合ですんで、今年1年は、ね、車の、乗った収録がちょっとできませんので、まあそのあたりとかもね、結構縛りプレイがね、いろいろと多くてね、ちょっと苦労はしてますけどね。まあとりあえず名所案内はとりあえず三重県内にまだね、いくつかありますし、近鉄は近鉄でね、ありますからね。まああのあたりを駆使して しばらくはあのシリーズが続くのかな。まあこの感じだとね、県外移動 OK ってね、ちゃんとね、できるのがね、あと1年は絶対かかる。2年、3年かかるかもなっていうふうにちょっと予測立ててますので。っていうのは、これは何かって言ったら、緊急事態宣言とか出る出ないじゃなくてね、どうしてもその、本業の都合上ね、まあ、私個人的にはね、そこまで厳しくやっても、それに見合った効果は得られないんじゃないのっていう立場ではあるんでしょう。会社の方がね、いや、ダメで、ね、とにかく一人も出しちゃダメだからっていうね、いうふうにね、方針でね、行くぞってなったら、それはやはりね、会社員でありますから、その通りにやりますからね、そうなると、こっちの、YouTube の収録的にはかなりしんどいと、いうところになってきますんで。で、ね、絶対に出さないっていうね、バイアスで、やると、これはね、基本的には完全に、落ち着き言わないんで、ウイルスなんでね、変異はまたしますし、要は、インフルエンザウイルスみたいにずっと残りますからね、あれも、完全に収束することはないじゃないですか。ああいう感じで。まあ、その代わり、薬っていうかね、治療方法とか確立されるとか、そういうような形でね、しないと、いけませんよっていうところがありますんでね。そういう風になってくるのっていうのは、これはもう半年とか、もうあと半年とかでできる話じゃないんで、絶対にね、政府はね、そういったことを首にも出しませんけどって、そっちの、それ以上は、これ以上は政治の話題になってしまいますんで、こっちの方ではちょっと、ブブーとね、NG になっちゃいますんでね、これぐらいにしときましょうか。で、あとは、それはでもね、まあよかったんだわ。まさかの市内だったしね、結局回ったのも。まあまあ、綺麗な、鯉のぼりとかも撮れましたし、まあそのあたりとかはぜひね、ちょっと見どころだと思いますんでね、お楽しみにしていただければと思いますけどね。で、問題はその後なんですよ。その後、東青山っていうところに行ってきたんですね。これ、三重県の津市なんですけど、青山っていうと、西青山駅っていうね、有名な秘境駅がございまして、全国屈指のね、秘境駅ということで、鉄道関係の、YouTuber さんは結構いろんな方がね、来られて、捉えてますね。この前、スーツさんもね、来てましたし、ね、っていうので、もう結構名前が通る、西青山駅っていうのがあるんですけど、その隣の東青山駅って、あまり触れられることがないんですよね。ということで、その東青山駅に行ってね、例の、いつものごとく、いつものごとくになりつつありますけどね、名所案内、駅構内名所案内完全制覇ということで、まあ駅構内にね、名所案内あったんで、それを見てね、行くっていうプランに立ってたんですけどね、道中でね、まあそっちの、名所となっているところに行くのに、西青山駅ね、あそこに、行けるよという案内看板が出てたんでね、それ通りに行ってみたんですよね。そしたらね、もうね、さんざんでしたよ。また、そこだけね、今回はティザームービーみたいな感じで作ろうかなと思いますけどね、あれ、ガチで怖かったですよ。ね、案内があってね、行ったらね、もう普通にね、ポロポロって言うんじゃないかと思ったら崖なんですよ。崖崩れを取ったのかな。うん。で、もう崖になっちゃって、イエーってなってね、あげくなって、それでうわーってなって、後ろにね、下がったら、シャラシャラシャラって言うて、何かと思ったらね、蛇がいました。足元に蛇がいるぞっていうね、あれはね、
久しぶりにね、ちょっとビビりましたね。え、やっべえ、普通にヘビいるんですけどっていうね。いや、怖かった。本当怖かった、うん。そこまで大きいヘビではなかったですけどね。でもヘビですからね。生きたヘビですからね。シュルシュルシュルってね。2匹は確実にいたな。で、もう1匹どうも奥の方に去っていたのが、あれも多分ヘビだなと思ったんで、3匹はいましたね。マジかよと。マジかよと。やべえよと思ってね、急いで、退散したりとかしてましたね。まあ、これもまたね、結局、達成ができなかったというか、場所がいまいちね、ちゃんとね、分かってない状態だったんでね、とてもじゃないけど、歩いていける感じではなかったですね。うん。っていうので、これはね、また、6月のお楽しみになるのかなと思いますけどね。まあ、そんな感じでね、いろいろと収録はしておりましたら、なんとね、あれですよ、後の方になってしまいましたけど、ナイナイ連盟の方にね、お問い合わせがいただきましてですね、まあ、こっちの方ではね、ちらっとね、もう先にネタバレありでね、言っちゃいますけど、ですね、住川まみちさんっていう、住川まみちチャンネルさんっていうね、チャンネルがありましてですね、こちらの方からですね、問い合わせいただいて、ぜひ、そのナイナイ連盟の、あれをお願いしますよということだったんでね、うちの方でもちょっと品質検査を作ってね、やってみましたということでね、この動画が、金曜日に公開になります。ただすいません、ちょっと収録機材があんまりちょっと調子が良くなくてですね、実はマイクもねちょっと買い替えたんですわ、うん、ちょっと音がどうしてもね、どんだけデバイスの方のね音量をマックスにしてもね、本当になんか虫の鳴くような音しか聞こえてこなかったんで、これはちょっと難しいなということで、ちょっとマイクをね、いわゆる、指向性が、ついてるマイクにして、それでね撮ろうとしたんですけど、このマイクがですねちょっとまたトラブルあって、これ生捨ての放送の方にも影響があったんですけど、生放送をそれでしようとね、いやもうマイクの状態これだと厳しいんで、まあ、生捨てで正式に始めるにあたってはマイクちょっと変えた状態で始めようと思ったら、マイクの注文をねゴールデンウィーク前にしたつもりがですね、なんかうまいことできてなかったらしくてですね、結局ね届いたのがねもうね9日のね夕方前くらいだったからになってしまったんですよ。ちょっと連休とか挟んだ兼ね合いとかもあって、いろいろとトラブルがあって、ああ、しまったと。で、結局来なかったね。結局9日も夕方にぐらいにやっとこさ届いたっていう状態だったんで、ああ、今からちょっと準備したらちょっと明日も仕事がしてね、厳しいなということでね、ちょっとそっちの方は、飛ばしてしまって、で、まあその兼ね合いで、本当はね、その、ステラジオ先週ちょっと飛ばす、これ飛ばさんと無理やなって4日ぐらいの段階でちょっとこれちょっと無理やなと分かったんで、そう告知でねメッセージね入れたらよかったんですけどね、ちょっと私もスマホからねメッセージって打てないんですよね、とかねちょっとそのあたりちょっと復活やったんですよ。そのままちょっと出かけてしまっとって、あしまったスマホでメッセージそう入力できないです。パソコンからでないとね YouTube のやつはコミュニティの書き込みがねなんかできないようになっとってね、あそうなんやってね、というあたりでねちょっとドタバタしちゃいましたけどね。でまあナマステの方は改めてちょっと様子見て今週末とかでもできたらなと、まだちょっと試験放送やってからになると思います。まあ多分ねサブチャンネルの方で予定ではもう本当にいわゆる掛け値なしトーク NG なしでね、やってみようかなと、質問に答えますよっていうのをやってみて、まあそれでちょっと様子見てね、またステラジの生ステの方もやっていくかなと思っておりますのでね、サブチャンネルともどもねチェックをいただければいいんじゃないかなと思いますよということでですね、でスニーカーは、スニーカーまみちさんのチャンネルのやつもねやってます。それはちょっとのところいいんで、また改めてねちょっともう一回、紹介の軽い紹介動画回みたいなね20分ぐらいちょっとねある動画になっちゃったんで、まあちょっと5分ぐらいでね紹介動画みたいなのも作れたらなと、思っておりますけどね。であとね検査証もねちょっとスニーカーさんのはもう、それで作っちゃったんであれなんですけど、やっぱり NPF 値とかって言ってね、いろいろと数値を出してやってたんですけど、あれ NPF だとやっぱ見にくいんで、他のやつとね、ちょっと整合性、グラフのね、整合性とか、取ったりして見るときに、見にくいというのがね、やはり出てくるんで、これはちょっと将来的にグラフ、いわゆる
五角形グラフみたいなやつとかね、ダイヤモンドグラフみたいなやつとか、ああいったような数値データとかのデータとかをちゃんとね示したりとかね、将来的にやっていくには MBF よりも FPM っていう形で取った方がこれ見やすいなっていうのが分かったんで、ちょっとシステムをちょっとこの検査書を作ったあたりでね、本当申し訳ないですけど FPM の形にね変えて、今ちょっとシステムを再構築しております。でこれが終わったらまた改めてね、まとめ動画でね、うちのチャンネルとその清川さんのやつを改めてちょっと計算しなして、でちょっと底辺 YouTuber にあの甘い採点基準にちょっと変えましたんで、うん、頭の方の1点2点3点ぐらいのところがね、ちょっとあの最初に点が取れるような感じにね、少しいじったんで、多分ランクもね一つ上がるんじゃないかなというような予想でおります。まあそれあたりはね、また内々連盟の方の動画でね、その住川さんの動画が金曜日に上がって、でその構築したやつはどうかな、5月中に上がるかな、6月またかもしれませんけど、うん、まあとりあえずそんな感じで、システム作りながら、それでは先にね水保氏のね案内動画だけでもね、名所案内、全制覇シリーズ、あれだけでもね、とりあえず完成させないとなってのがありますんでね、はい、なんとかそのあたりをやっていこうかなと思っている次第でございました。いった感じが近況報告になってまいりますかね、ということでね、とりあえずこれぐらいでね、次のコーナーに行ってまいりましょう。以上、近況報告のコーナーでした。コーナーなのかな、これ。みか近況報告のコーナーでいいか。よし。4つ目で紹介させていただける企業様、店舗様、大募集。4つ目では、地域情報のご紹介動画撮影にご協力いただける会社、店舗様を大募集しております。新店開店のお知らせや料理紹介はもちろん、求人案内や会社紹介などなど、何でもお気軽にお問い合わせくださいませ。完全無料で対応いたします。雨季のハガキサイズ広告を設置いただける方も合わせて募集しています。対象地域は四日市市、桑名市、いなべ市、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、桑名郡木曽崎町、いなべ郡東院町、三重郡小物町、朝日町、川越町、滝郡滝町、明和町、大台町、渡来郡大紀町です。上記地域以外の方もお気軽にお問い合わせください。上記地域以外の方もお気軽にお問い合わせください。様々な業界で働いてきた山田ならではの発信力でお客様のニーズに応えます。ローカルに生きる、ローカルが生きる。4つ目、スターステールグループ This week's lineup。 このコーナーではスターステールグループチャンネルで公開された動画を紹介してまいります。さあ今回は4月28日から5月12日あ、すみません、4月29日から5月12日までの、ね、ちょっと2週間分まとめてダダダッとやっていこうと思います。はい、まずは総合チャンネルの動画でございますね。まずは29日公開されたのがスターステールのねサブチャンネル、品質検査のね試しにね、うちのチャンネルでどんな感じになるのかなっていうのを実演してみましたという動画ですね、がこれが一つで、あとは赤城ラーメンね、ラーメン食べたねとかも、そうか、なんか随分昔のように感じますけど、これが2週間前なんですね、4月30日。で、そこから、収録したね、ゴールデンウィーク用に収録したやつがだんだん公開になってきて、宮丸駅ね、まず行ってきたやつ、宮丸から、これは塩浜駅ね、歩きましたやつで、ね、あの宮丸神社でもね、お参りをして、で宮丸神社でなくて塩浜のね駅前でねスーパーに入ったら、スーパーのね、方からね、あのここの隣の神社がねすごくあの縁起が良くてという話を聞いて、あの一緒に1回だけなんやけど一つだけやったら願い事何でも叶えてくれるでっていう、なかなか 10日交換感もあるし、これはええやんっていうことでね、一緒に一度のお願いをですね、このチャンネル100万人登録達
達成できますようにお願いしますとね、なかなか二の重たいやつ頼みましたよ。結構地元の方で国家公務員ね、目指しとった方がそれで国家公務員の資格を取れたりとか、国家資格を取れたりとか、なんかいろいろご利益が本当にありましたよっていうところらしいんでね、うちもこれで100万人いかんかなと、いうようなね、浅はかな、絶対に100万人いかないチャンネルがやる浅はかな行動をしておりましたよということですね。でその次から5月の5日からですね、次この穂積駅構内にある名所案内完全制覇シリーズですね、まあ、これは瑞穂駅のね、瑞穂駅じゃない穂積駅の、あります瑞穂市をね、PR しようということでですね、以前一回実はちらっとねこの、穂積駅瑞穂市の穂積駅ね、これね結構本当に頭の中でこっちゃになるんですよ。でどっかにカンペ書いてあるんですよ。カンペ見とっても今ねごっちゃになってくるんですけどね、瑞穂市にある穂積駅で、穂積駅にねちらっとだけ降りてね一瞬下だけ撮ってねもうとっとと帰ったっていう動画があるんですけど、要は乗り間違いでねちょっと諸事情によってすぐに折り返さなあかんねんけど ね、すぐに降りてもうちらっとだけ見てねで、登ってたのがありまして、まあ、それで、ね、地元の方、ね出身の方からねコメントの方いただきまして、いやいや、まあ、ねあれですよね、瑞穂市もっとね、魅力的なところあるよということで、ね、でまあその、おすすめスポットをね教えてもらってね、まあそれがねほぼほぼ名所案内にも書いてあったということで、まあそれでですね名所案内はまあほぼほぼというかね、一夜城がね書いてあったんで、じゃあそれでねついでに完全制覇の方もやりながらその瑞穂市の案内をねできたらというふうにやってたんですけど、だんだんスースーお気づきですよね。まあだいぶ大垣市でほぼほぼ時間を最初取って、大垣から瑞穂市に入るまでで第4回まで行ってる、5回目からやっとあれですね、瑞穂市に入って、で挙句の果てにそこから篠又の駐車場は実は大垣市だし、でそこから戻ってきた挙句にそのまま西岐阜駅に行って、西岐阜駅からどこまでが公開、12日は寺か、おっしんじは終わってんだ、おっしんじは見終わって、そこから延教寺にね結局歩くんですよ結局これ歩くんですよ。道中ねもうバスに乗ろうとね必死で頑張ってますけどね、結局全部歩きます、もうね先に行っちゃいますけどねっていう動画がございましたよと、いうことでございますね。こっからおっしんじから延教寺に歩いて、延教寺から垂水鉄道に乗ろうとするんですけど、垂水鉄道が目の前で行ってしまうという悲劇が起こったり、いろいろとこれからも起こりますんでね、まあ、こっちの方はね、ラジオの方では多少ネタバレの話もしますんでね、というような感じでね、結構見どころ抜群になってまいります。山田のやられっぷりがなかなかなことになってきますんでね、ぜひそのあたりもご覧いただければと思います。でそれが終わったら次まさかのシリーズになる予定かな、間で何も撮ってないよな、うん、というような感じでございますね。まあ、とりあえずしばらくこんな感じで毎日更新がどこまでできるかなんですけど、今週17日までは作ってあるんですけど、来週までできるかな、5月いっぱいはちょっと毎日更新できればと思いますっていうのは、撮ってあるやつがだいぶ本数がまだかさみますんでね、で今度逆にリマスタリング始めたね、クレのやつがね全然できてませんのでね、そのあたりとかもやるので、まあ多分6月以降はもう週3更新にはなると思いますけど、まあ、そのあたりもねご容赦いただければと思います。ということで、あとは YouTube の方もすいません、なんかもう収録が間に合ってない、全然間に合わなくて、今週からちょっと今だちょっと YouTube の方更新ができてなくなってます。先週まではね、4日までは更新がしてたんですけど、そこからね、もう、その1日2本更新でやってますけどね、今ね、前と違ってね、本当に倍以上、1本の動画作るのにかかってますんで、前はね、言うてね、一応5分で1時間、5分動画、再生時間が5分あたりに1時間っていう割り振りだったんですけど、実質ね、8分から9分ぐらいで1時間ぐらいくれたんですよ。今ね、ほんと5分で1時間キリッキリ。なんて言ったらいいの？撮りやすい、
編集しやすいやっぱ動画と編集しにくい動画とかなんでね、まあ、簡単に言うと名称の中巡ってる、ね、撮影をしてますよっていうやつはもうほぼほぼそれがまるっと撮れ高になるんでそのまま使えますからいいんですよ。意外とね駅間散歩やりにくいんですよね。特に市街地の方に入ってるとね、音がね大きいもんで、ね、周りの騒音とかが大きかったりとか、あとは風の音とかが大きいとね、波長で合わせたりすることができないんで、まあ、でどうしても最ねその散歩してる間ずっと回してるんで、実際の収録時間はまるっと2時間とかねあったりするのを20分とかにするんで、まあ編集としては時間がやっぱかかるなというところは実はあったりします。ノーカットでやってみてもねあれでしょうけど、まあそれはやるとしたらサブチャンネルですと本当に音とかもひどかったりとかね、まあどうしても編集モザイク編集をねちょっとそのあたりもねちらっと一回話をしたことありますけど、ねえというところがございましてね、やっぱね海外見てると全くモザイクかけないもんね、全然もう街中で歩いてる人の顔とかもね、なんでそこにモザイクかけるの、モザイクっていう概念がないかのようなね、感じでなっているのがもうほぼほぼ全部そうですからね、まあまあこれはですから肖像権とかの考え方が全然違うんですよね日本と、っていうのは思いまして、ね、あとほんとマスクつけないねびっくり日本的にはねやはりびっくりするぐらい、これ本当に今の映像だよねって2年前とかじゃないよねってね、驚くような、ね、映像をね、見たりすることもあります。まあ、英語でちらっとね、都市名とか入れてね、ウォーキングとかそういうやつとかで、ね、調べたりするとね、4K の画像とかにちょっといっぱい出てきますんでね、英語で調べ出したら、もういくらでもね、そのあたり調べれますからね、っていうような感じになってます。という感じでございますね。そうか、予定まで話しちゃいましたね。まあ、とりあえず、今週のラインナップと、もう、来週以降の予定まで話しちゃいましたけど、とりあえず、これでちょっとこのコーナー、一回ちょっと締めさせていただこうと思います。以上、This Week ラインナップのコーナーでした。令和3年3月、スターステールチャンネルが大きく生まれ変わります。今まで、山寮スターステールチャンネルとして、1チャンネルだった番組が、スターステール総合チャンネルをメインチャンネルに、郵便いろいろ解説チャンネル YouTube、 三重県北中西地域情報チャンネル4つべ、ヤマペディアが新たに独立チャンネルとして新設されます。また政治時事チャンネルとして運用していたサブチャンネルの山城日本邦画等チャンネルが、山寮政治時事個人チャンネルという個人用のチャンネルに生まれ変わります。スターステールはこの5チャンネル体制でお客様のニーズに沿った番組作りができるよう努力してまいります。すべての番組に関する情報はスターステール総合チャンネルで毎週水曜日に放送されるステラジにて情報が公開されておりますので、そちらも合わせてご利用ください。皆様のチャンネルリマインダー登録、そしてコメント投稿などご参加どんどんお待ちしております。日本邦画党では党員を随時募集しています。すっごい政治に興味がある方も、政治めんどくねって方も、無料で気軽に政治のことを学べる、話せる、そんな党を目指しています。工作員、スパイの参加も大歓迎。党員になる方法は超簡単。動画概要欄にある日本邦画党の公式 Twitter をフォローするだけ。さあみんなで政治しよう。燃える心が日本を変える、日本邦画党。スターステールプレゼンツウェブレディオプログラム、ステラジ。はい、お送りしてまいりましたスターステールプレゼンツウェブレディオプログラム、ステラジなんですが、今日はすみません、ちょっとこれでねお別れの時間となります。協会委員会のコーナーね、ちょっとすみません、今ね先の
ウィークスラインナップね、動画紹介の後にね、ちょっとね、別件いろいろと採用しておりましたらね、もうね、ちょっと中止近くになってしまいましたんでね、私もちょっともうね、明日の仕事に備えて寝ないといけない時間になってまいりましたので、ちょっと協会委員会のコーナーは今週はちょっとお休みさせていただきますということで、ご容赦いただければと思いますということでね、見込みの方だけ最後にやっとこうと思います。番組では皆様からのメッセージを募集しています。この動画のコメント欄またはツイッターアドレスアットマークヤマリョウアットマーク YAMARYOH 宛てにお送りください。番組ハッシュタグシャープステラジステカタカナでしてひらがなでラジで投稿いただいても OK です。皆様からのご意見ご感想心よりお待ち申し上げます。ということで、まあ、なんやかんやとね、またぐだぐだぐだと喋ってしまいましたけどね、まあ、これはね、ステラジオは、まあ、そういうラジオですのでね、またね、ぐだぐだ喋りね、飽きるくらいね、また生放送の方もね、耐久とかでね、やったりとかね、やってみようと思ってますんでね、一応マイクの方も、どうもね、だいぶ音の感じも良くなったみたいなんで、このあたりちょっと調整して、使っていこうと思ってますんでね、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、この動画今回はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また来週。